タロットカードがどんな風にでも読み取れるカードのデザインをしているからです。正位置、逆位置まであるんですよ。無限の取り方が可能なんです。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はチャンネル開設当初から今の今に至るまでコンスタントに引き続けている質問です。毎週火曜日か木曜日に僕がインスタグラムで行っている悩み相談タイムラインにも、ストーリーでの悩み相談にも必ず一件はこの動画の内容の質問が来ます。端的に言うならば、タロットは当たるんですか?と、先生バナナはおやつに入りますか?くらいのノリでメッセージいただきます。実はケンケン TV を作った時にもう 4,5 本目くらいにアップする構想すらあったんですよ、本当に。だけどリアルガチな話をしてしまうと、タロット占いで商売している人から恨まれてしまうんではないかなと、その時は一回とどまったんですが、あまりにもこの質問が多い上、ケンケン先生に無視されていると取られても嫌なんで、ちゃんと真実を語る動画を作りました。タロットカードを使用してあまりにも度が過ぎるいい加減なことを商社さんなのに伝えている動画もあると聞いたので、さすがにそれはいかんなと立ち上がったわけですね。今日はたくさんいただいていたコメントから何件か読ませていただきますね。皆さんのコメントをもとに動画を作成しておりますが、規約に反する動画はアップできません。 Twitter では主に簡単な風水、このチャンネルのお知らせなど、 Instagram では軽めの相談、質問などをストーリーで受け付けております。TikTok では芸能人有名人を感想学で見て考察しており、クラブハウスではアーカイブに残せない YouTube ではできない裏話を生配信します。どれもフォローしていただけるとありがたいです。 LINE スタンプ、ケンケンショップ、姓名判断サイトもよろしくお願いします。コメント1、ミッチー39さん、タロットカード占い霊視って真実味ありますか？コメント2、ハーコランドさん、タロット YouTuber イラスト1枚高額で売りつけ鑑定に4万逮捕されればいいのに。コメント3、リッカさん、タロットカード、オラクルカードなんかを怖くて捨てられませんが、燃えるゴミに普通に捨てたらいいのですよね。と、本日はまず3名の方のコメントを読ませていただきました。3名の皆様、他にもタロットに関して質問をくれていた大勢の皆様、ありがとうございます。では、今日の項目です。項目1、タロットカード、タロット占いってそもそも何?項目2、占い師ケンケンとタロットカード占いの関係。項目3、タロットカード占いのやり方と正体について。項目4、タロットカードについてまとめの4本構成で解説していきますね。よろしくお願いします。項目1、タロットカード、タロット占いってそもそも何です。無論このチャンネルは占い好きの人が多いですが、逆に最近は一切占いを信じたり、占いなんて大嫌いだけどこのチャンネルは見ますというトラストリテラシーが高い視聴者さんもありがたいことに増えてきておりますので、そもそもタロット占いをやったことがない、タロットカードの実物を見たことがない人までいると思うんで、簡潔に説明しておきます。各占いの説明を少し含みながら、まず占いというのは一般的には3種類に区分を分けております。命、僕、相の3種類に分類されると言われております。命は命術とは、生まれた年、月、日、時間のデータを使用して占う方法です。時には生まれた場所が関係する場合などもありますが、生まれた時に定められた情報をベースに占うので、何度占ってもいつ占っても結果が変わることはありません。これは主に占星術、四柱推命、九星気学、シビト数などが当てはまります。僕は僕術で、何かの道具やアイテムなどを使用して、偶然出た結果、カードの絵やコインの表裏などを元に、特定の事柄や心情を占う方法になります。基本的には毎回結果が変わります。同じ結果になることもありますが、タロットカード、ルーン、オラクルカード、おみくじなどがこれに当てはまります。相は相術で、目に見える容姿や各パーツの大きさ、色、形状、顔や手、配置、家や部屋の間取りなどを元に占う方法です。僕が最も得意とする感想学はこれに当てはまりますね。で、僕術に当たるタロットカードなんですが、これを歴史など一から説明していると動画がやたらと長くなるんで、詳しく知りたい人はネットで検索してみてください。ネット情報の信憑性は微妙ですが、そこまで間違ったことも書いてないと思います。で、これがタロットカードの本物です。で、タロットカードとは、遊戯や占いなどに使用されるカードのことです。これが78枚1組が最も一般的で、その内訳は、ワンド、カップ、ソード、ペンタクルの4つのエレメントごとに、エース、1ですね、から10までの数、4枚のコートカードと呼ばれる札によって構成された56枚の小アルカナと22枚の大アルカナに分けられます。
日本では小アルカナは大アルカナに比べて比較的認知度が低く、一般語のタロットは大アルカナのみで指す場合が多いということです。つまりはこの78枚ものカードを使用して出た絵を使ってリーディングするという方法です。では次の項目に行きますね。項目2、占い師ケンケンとタロットカード占いの関係です。さすがに僕はオカルトを言わず現実的な占い師ですので、皆さんはタロットカードをやらないと想像しているのではないでしょうか。もうその想像の時点でタロットがどういうものか皆さんも薄々気づいているのではと思うんですが、一応嘘偽りなく説明しておきますと、僕は占い関係の本をたくさん置いている書庫のような部屋があるんですが、タロットカード自体このカード以外にも色々種類があるんですよ。トランプと一緒で猫の絵のタロットとか、そのタロットカード20種類以上は持っていると思いますし、タロットカードについての書籍はおそらく今このチャンネル誰が見てようが僕以上に持っている人はいないんじゃないかなと自信があるくらい持っています。海外でしか出版されていないものも全部取り寄せて購入しています。ここ4、5年は買っていないんですが、それまでは目につくものはタロットに限らず占い関連、都市伝説関連、オカルト関連など買いまくってちゃんと目を通しています。じゃないと適当に語られないんですよ。どの分野でもたくさん本を持っているっていうのが偉い詳しいと正比例はしませんが、全く知らずにどれも解説しているわけではないということだけ分かってもらいたいなぁと。今現在僕がタロットカードを使用した占いをしないからタロットについては一切知識がないというのではないですよと語っておきました。ではそんなに書籍もありカード自体もいっぱい持っているのに、なんでしないの使わないのっていう話は次の項目の解説を聞いてください。項目3、タロットカード占いのやり方と正体についてです。タロットカード占いっていうのはこんな風に偶然出てきたカードを解釈してアドバイスを授けるものです。現在心理学後進国の日本ではまだまだカウンセラーにかかることが恥ずかしい、隠すべき行為と思われていて、また知人友人に悩みの内容を知られたくない時に一種の娯楽性と敷居の低さから気軽にできる人生相談が一つの役目です。なのでタロット占い師に本来求められるべき資質は未来を当てられる能力ではなく、相談者が求めているアドバイスができるかどうかです。そもそもタロットに限らず占いでも何でも未来を知る方法は存在しません。一度予言の動画で話しましたが、未来を当てられる方法はその事実は自分は知っている。たくさん予言して当たった一つを公に言うジーン・ディクソン効果、拡大解釈をして当たっていると思わせる、物事が起こった後にそれを前から知っていたように言い張るなどの方法しかありません。予言を確実にできた人間はまだこの惑星が誕生してから存在していません。当てたというのであれば僕が今語ったどれかを利用しています。ではタロット占いが当たるとはどういうことなのでしょうか。タロットカードは80枚近くのカードがあり、それぞれに意味がありますが、決して1枚につき1つの意味というわけではありません。ここがミソです。言い方を変えればかなり卑怯なんです。例えばこのデスというカードに意味が文字通りの死以外の意味がなければ当たる当たらないという話になるかもしれませんが、ざっと思いつく限りでもアクシデントや損失と死から連想されるネガティブなワードから古きを捨て新しきを取り入れるといったポジティブなワードまで意味に幅があります。あとは相手の相談に合わせて解釈するだけです。要するに当てるのではなく当てはめに行くんです。その解釈、占い師は数々の心理テクニックを使います。例えばあなたは勤めて外交的に振る舞っていますが、時に内向的になってしまいますね。反対の関係の性格傾向をあなたのことですよと提示すると、人は誰しも外交的な部分も内向的な部分も持っているんで誰にでも当てはまります。もちろんこんなに分かりやすくバレバレな言い回しをする占い師はさすがにいないでしょうけども、他にも信頼している方に裏切られたと感じたことがありますねといった人生で誰もが経験したことがあるようなことを提示することもあります。こういった誰にでも当てはまるような内容を漠然と提示することをストックスピールと言います。またこういったストックスピールのいくつかをあなたの診断の結果ですと提示すると、提示された人の多くは当たっている、これは自分の診断結果として正しいと思い込むことも心理学の実験では証明されています。これがよく言われるバーナム効果というものです。一度誕生日占いの本なので、自分以外の日にちを自分のことだと思って読んでみてください。きっと当たっていると思うはずです。
なぜこんな現象が起こるかというと、心理学的に漠然とした情報を聞いた時に必ず自分のことに置き換えて情報を理解しようとするという特性が人の心にはあることが分かっています。人は他人の話を自分に当てはめながら聞いているんです。また曖昧な情報、中途半端な情報を人の心は嫌うんで、勝手に自分の体験や知識から補完してしまう特性も分かっています。結果、占い師が相談者の心の中を当てているのではなく、相談者は自分から占い師の解釈に当たりに行ってしまうんです。例えば先ほど述べたように、信頼している人に裏切られたと感じたことがありますねと言われた時に、人はコミュニケーションを完結させるために必ず自分に当てはめて考えてしまいます。もしその時に、はい、親友にお金を貸して帰ってこなかったことがありますと自身の体験を元に返答があれば、占い師としては儲け者です。あたかも今までの会話がその出来事を知った上で話していたかのように後付けすることもできるんです。こうした手法を駆使して知らない情報を引き出していく手法をコールドリーディングと言います。なのでタロット占いが当たるかどうかといえば、当てようとする占い師は当たりません。解釈する占い師はそこそこ当たるように感じます。そして相談者に解釈をさせる占い師は 100% 当たります。これが僕の元によく来るタロット YouTuber の方は、なんであんなに当たるのですかという質問の答えです。お分かりいただけたでしょうか。項目4、タロットカード占いについてまとめです。というからくりのすべてをゲロっちゃいました。占いジプシーじゃない方、科学者、物理学者、マジシャンなどは、僕ごときのこんな解説を受けなくてもそんなもん分かっとるわと鼻で笑っているでしょう。タロット占いは非常に簡単です。実際に小野都電氏が出されている占いで副業月10万円、年収5000万円を稼ぐ秘策という本にも、タロット占いはすぐに誰でも覚えられて簡単だと書いてあったと記憶していますが、本当にその通りです。別の動画で話した記憶があるんですが、僕の知り合いにスーパー営業マンがいます。 S 氏と呼びましょう。営業の天才と言われているくらい、物をその喋りで売る男です。その人曰く、僕はそこら辺に落ちている石ころでも売れますと豪語するくらいの人です。とあるイベントがあり、僕がその営業マンにタロット占いを2時間くらい教えたんですね。仕組みとかカードの簡単な説明など。そしてイベントで、この営業マン S 氏を僕の一番弟子の凄腕占い師というドッキリで各テーブルを回らせて、約10名くらいの女性を占わせました。するとその10名全員が S 氏のことを、今まで占ってもらった中で最も最高の占い師だ、すごすぎるという評価を下しました。これはフル実話です。もちろん最後に種を明かしましたが、それほどいい加減なもので、タロットカード関係なく口先一つでそういったことが可能なんです。それにはやはり全項目で解説をした相談者さんに解釈をさせるというポイントがまず絶対条件で一つ。そして僕の一番弟子という紹介の仕方で、まずお客さんたちにはハロー効果が効いています。かつ彼は超がつくほど一流の営業マンで、喋りのプロである。そしてやはりタロットカードがどんな風にでも読み取れるカードのデザインをしているからです。正位置逆位置まであるんですよ。無限の取り方が可能なんです。はっきり言って、小学生の時の席替えのくじだったらこれは無理です。だって2番を引いたら2の席に座るしかないですからね。それゆえ、こういったアイテムはうまく取れるようによく作られているというのが正しい表現でしょうかね。今までの説明で理解していただけたかと存じますが、タロットカードはものすごいアバウトで、何の確実性も根拠も全くありません。だからこそ僕は使用することはありません。良い悪いの話はしていません。僕は使わないという話です。ただデザインも面白いですし、覚えるのも簡単、友達同士の遊びなどで使うんだったら楽しいと思います。占い師も使っている人はめちゃくちゃ多いんで、別に死ぬほどぼったくりじゃなかったり、気分転換で行くのはまあいいんじゃないかなと僕は考えています。問題はタロットカードを使おうが何をやろうが、その占い師さんがちゃんとしたアドバイスをくれるかどうかです。さらに進んで心理学的に言うと、人は自分の思ったことしかできません。いくら適切なアドバイスでも、相談者さんが欲しいと思っていなければ意味がありません。適切なアドバイスをその人が欲する形であげられるかどうかで占い師は選ぶべきで、何かを当てられるかどうかで選ぶのは間違いとしか言えません。最後はね、柄にもなく少しだけ真面目に語ってみました。と本日はタロットカードの真実を解説してみました。こんな風に真相の話から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん、一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。